うん、もうカリコちゃん怒ったの。え、なんで怒ってるのって。今日ね、学校に行ったらね、みんな本当にひどいの。みんな見て、可愛いでしょ、このパーポーの髪飾り。このお気に入りのおろしたてのパーポーの髪飾り。今日、学校にして行ったのに、誰も気づいてくれなかったの。だからね、カリコちゃんすごく悲しんでるの。もう、こっち見ないでほしいの。じゃあ、上向くの。実はね、カリコちゃん、上を向いて涙をこらえてるの。えーん、えーん。ポロポロ、ポロポロ。でもね、カリコちゃん、涙は出ないの。あ、そうだ。みんなに言い忘れてたんだけどね、こういう悲しい時もね、実はカリコちゃん、足を揃えてるの。とってもおしとやかなの。明日の学校はどうしたらいいのかな。そう考えるとストレスで眠くなっちゃうの。だからね、そういう時はね、自分の体に正直になってね、寝るの。そしてね、起きたらね、だいたい忘れてるの。うん、もうちょっとこっちで寝るの。かわいいの大好き。かわいいって言ってくれなかったら住んじゃうよ。かわいいお洋服を着ると、なぜだか背がかわいくなっちゃうの。